たっぱりしていてローカロリー。とっても簡単に作れる紅茶ゼリーです。紅茶はお好みのものを、それとお湯で簡単に溶けるゼラチンパウダーを用意してください。紅茶を普通に入れたらゼラチンを溶かしましょう。冷蔵庫で冷やし固めて、固まったらお好みのカップに入れます。スプーンで崩しながら入れてください。紅茶ゼリーに添えるレモンですが、こんな風に X 字型に切ると果汁がたっぷり絞れるそうです。4つになったものをさらに半分に切って、このサイズにしてかけてみました。量はお好みで調節してください。甘みはここではオリゴ糖を使っています。いつも入れるよりも少しの量で構いません。ゼリーになっていますので、かき混ぜながら食べることで少量でも甘みと酸味がこう絡みついて美味しくいただくことができます。絞り終わったレモンは捨てないでフレーバーウォーターを作りましょう。こうするとレモンの香りやビタミンが水に溶け出して美味しくいただくことができます。